鈴木田太郎は NHK の元アナウンサー、郷土史や大衆芸能評論家、NHK 広島局の初代アナウンサーであり、戦前の広島市の大衆文化史を記録した元瀬横丁の著者として知られる。鈴木田が勤務していた当時の NHK 広島中央放送局1902年、広島市に生まれ、1908年創立されたばかりの竹屋小学校に入学。 卒業後、県立広島商業学校に入学し、学生野球の応援団長として、名を馳せた。その後、素人劇団、広島11人座の同人となり、1928年の広島放送局の開局とともに、初代アナウンサーの一人となり、特に、スポーツ実況で知られた。敗戦前後は南方にいたため、原爆には被災せず、 翌1946年夏に引き上げ船により帰国。以降、定年まで NHK アナウンサーを務める一方で、大衆芸能、スポーツ、郷土史など多岐にわたる精力的な評論、著述活動を行った。1967年病気により死去。アナウンサーとしての活動の傍ら、さすがサブローなどの筆明で、スポーツ、芸能評論。 郷土史を執筆し、宮島、広島の歌舞伎年代記の研究を続けた。戦後の引き上げ帰国以降、原爆により、大半が焼け跡となった広島市以外の各地を探訪し、知人からの聞き取りを行い、戦前期を中心とする広島の大衆文化史とも、言うべき、元祖横丁シリーズを1949年9月から、 《夕刊広島に連載し、後継載誌を中国新聞に移動して1961年2月まで執筆した。1957年6月、広島でのスポーツ放送の開拓と郷土史研究の業績が評価され、前島会中国賞を受賞した。ガンス横丁の完成、観光を期していたが病死により、未完に終わり、没後の1973年、 長男の純一郎の編集により、連載文の原稿が全4巻にまとめられた、組出版から刊行された。さらに1975年には、同様に純一郎によって整理された遺構をまとめ、宮島歌舞伎年代記が国書館公開から刊行された。また、広島県立文書館小像の複製資料中、広島市の部に、すすきだ以の、 大正11から13年11人座関係資料等などが、鈴木田太郎文書として収められている。いずれも、鈴木田純一郎の編集による、1928年入局の NHK アナウンサー。長男で太郎の一書の編さんに当たった純一郎は、被爆前年の1944年に、広島第二中学を卒業。 広島テレビ放送の報道制作部長であった1969年夏に4期後輩で勤労動員中の原爆被災によって全員が死亡した21年生の記録を特集番組、日として企画、制作し、同年度の文部省芸術祭優秀賞を受賞した。ありがとうございます。